桜役の浜岸ひゆりです。和田垣さくらちゃんは、なんだろう、自分が欲しいと思ったものを必ず手に入れるぞっていう子で、で唐揚げが大好きな女の子です。今日そうですね、初めての舞台なんですけど、すごく皆様に助けていただきながら、アドバイスもたくさんいただきながら、すごい楽しくお稽古をして、今日こう初日を迎えることができてすごく嬉しいです。私はでもそんなに和田垣ちゃんと似てるなって思う部分なくて、なんか唐揚げが好きなところぐらいですかね、私が似てるところ。はい、そんぐらいです。好きな、あ、唐揚げが大好きです。はい、じゃあぴったり。はい、ぴったりです。まあなかなか自身とは違う性格の得られるところもあったと思うんですけど、苦労した点とか演技の上であったら教えていただけますか。苦労した点、でも一個私あるんですよね。なんか最後、三ツ矢の首を絞めるところがあるんですけど、どうしてもなんかそこが難しくて、なんだろう、参考にするものが少なすぎるのっていうのと、やっぱりなんか本物の紐を使うので、本当に苦しくなってしまったらどうしようっていう恐怖もあったので、そこが一番苦労しました。そうですね、でも本当に日向坂のメンバーは、みんなすごい騒ぐのが大好きな人ばっかりなので、そうですね、それがちょっと大変な時もあります。でも私も一緒に騒ぐんですけど、すごいなんか楽屋がだからすごい騒がしいと、たまに眠たいっていう時もあるので、そういう時はすごいでも楽しいです。はい、なかなか会話もしづらい会話会話は全然できるんですけど、基本的に楽屋がざわざわとしてるので、なんだろう、寝るっていうのは難しいかもしれないです。はい、私たちはでも本当にめちゃくちゃ仲良くて、なんかすごい休憩があればすごいめっちゃ喋ったり、ね、特に仲いいよね。なんかずっと笑ってるので面白いなと思って、ね、特に仲良くて、で山口ののかちゃん、三ツ矢役の山口ののかちゃんが結構大人なので、こう外からこう見守ってくれてるじゃないですけど、まとめてくださります。ずれてってそのままやって。で次。センターです。センターです。大丈夫。はい、次行きましょう。